阪急車両区京都線の紹介と解説です。阪急車両区京都線、子供の頃見た1980年代、阪急京都線の運転を実施していますが、設定が1980年代。今回の紹介は1982年第1期として1982-1と表示しています。阪急車両区京都線の路線、阪急京都線運転位置の設定路線図と駅です。駅は7駅設定しています。次回以降変更の場合もあります。設定駅は梅田駅、動物園前駅、淡路駅、北千里駅、総持寺駅、高槻市駅、河原町駅と桂車庫の設定をしています。阪急車両区京都線の運用ですね。平日昼間の通常ダイヤ6列車6運用で運転しています。表示は運転順にしております。以下の通りですね。1980年代の阪急京都線のダイヤを再現。普通列車の優先ダイヤで、特急と急行の割合が少ないダイヤになっています。停車駅は特急はノンストップ、急行は淡路高槻市に停車しています。この後ですね、運転風景の動画をお送りいたします。ではどうぞ。
阪急シャローク京都線の所属車両と運用です。今回運転位置の時点の表示になります。1300系が4両、2300系が4両、2800系4両、2800系4両、3300系ヒリーボーが4両、5300系4両、6330系が4両、大阪志向60系4両、合計8列車8編成で運用を実施いたしました。2800系のですね、 G はGM 製、グリーンマックス製ですね。 M はマイクロ A 製を表示しています。最後にですね、実物の当時のですね、阪急京都線1982年昭和57年当時のことを語っていきたいと思います。当時の活躍車両はですね、阪急では710系、1300系、1600系、2300系、2800系、3300系、5300系、6300系、7300系、そして大阪志向の60系が京都線で活躍していました。1982年に7300系が登場し、710系、1600系は翌年1983年に全廃となりました。この当時のですね、もう710系はですね、もう嵐山線専属で活躍していました。1982年から3300系の冷房改造も始まりました。現在用意できている編成が8編成でですね、1300系、2300系、2800系、3300系ヒリーボー、5300系、6330系、大阪志向60系、7形式 8編成の32両になってますので、今後ですね、710系、1600系、2300系、3300系、5300系、6300系、大阪志向60系ですね、そして7300系をですね、じゃあ順次増強していきたいと考えています。最後までご視聴ありがとうございました。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。